寝てました。やばい、コンタクト外れそう。一個コンタクトつけたまま寝ちゃうんですよ。絶対目に良くないけど、コンタクトは今外れる寸前。はっ。ね、そう、多分朝より寝起き感あるよ、絶対。朝より普通にね、起きてからの時間がめちゃくちゃ短い。目が開きません。ただいま、リンゴジュースを飲んでおりました。メイクバッチリと思った？すっぴんだよ、まだ。まだすっぴんです、コンタクトが、コンタクトの調子ぐらい整えて出てくれて思うよね、普通。みんなごめんなさい。うん、美味しいリンゴジュース。でもさっき、足元っていうの、このね、足のね、スカートらへんでね、まあブランケット着てたからけど、オリンゴジュースめっちゃこぼしちゃった。うわ、コンタクトが、視界が滲んでいます。これみんな面白いね、コンタクトが外れる瞬間が笑わんで、見えたら。はぁ、見える？コンタクト。いや、やっぱ目薬は持ち歩くべきですわ。お前持ってないの？持ってるよ。借りれば今後に。今いる？貸して、うん。あ、マジ外れるコンタクト。あ、本当だ、浮いてきた。うわぁ、みんなの前でまさかのコンタクトが外れた。別にコンタクトしてる人はさ、見慣れる風景だけどさ。ちょっとグロいよね、見慣れないと。見慣れない人はさ、すごいあれじゃね、すごいあれよね、ごめんね。ああ片手でコンタクトが。あ、携帯を持ってあげて。ちょっと待って、一瞬ごめんね、本当にすまん。で、ここに目薬を、めちゃめちゃ外映るようになった。目薬を、自転車かゆい。ごめんごめん、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。みんなちょっとコンタクトで、ね、見るの苦手な人ちょっといるかもしれんから。イエイ、着きました。ありがとう。めっちゃ面白かったね、コンタクトどんどんどん剥がれていく様子が。ああ、戻りました。もうコンタクト歴が長すぎて、もうプロです。視界が良好になりました。でも絶対面白かったけど、みんなコンタクトがさ、周りに全然視界見えてないけど、コンタクトがこうパラパラパラって落ちてくる様子が絶対見えたよね。どうしてもコンタクトしてるのに寝ちゃうんですよ。でもコンタクトしてる人よくあると思う。でもコンタクトしない人から見たら、今のは何みたいになるかもしれないけど。いやー、リンゴジュース美味しいです。ドライアイなのかな、コンタクトが。ね、ごめんなさい、お見苦しい配信をいたしました。
あ、そうなの？北川景子さんも番組に撮れてたことあるらしい。やった、北川景子さんと一緒だ。面白かった、ありがとう。あ、車が進まない。そう、車止めてやってる。なんかね、なんて言うんだろう、集合時間よりさ、お家でやっちゃうとさ、集合時間に間に合わなくなっちゃうの。家族の助けを借りております。そう、名古屋めっちゃでもないけど、曇ってるけど割と天気良さげだよ今日。普通に良い感じでございます。テレビで大徳さんがやってる。そう、車です。こうやっていつも倒したりして、こうこう倒したりして寝てます。あ、九州ね、台風かな、台風来てるんだよね。気をつけてください、皆様。わそう、ドライブレコーダー大事。いいよ、今はドライブレコーダー、ね、大事だよ、みんな。そう、流行りの煽り運転があるから、みんな録画しなきゃ。もしされちゃったら困っちゃう。運転難しい。まだね、運転できない。まだ17歳だからね、免許とか取れないの。あともうちょっとかな。でも運転ね、免許欲しいな、将来。得意かな、前に運転できるかな。できそうな顔してる？できそう？多分大丈夫？本当に？顔関係ない？あ、でもね、眠たくなっちゃいそう、すぐ。大丈夫？運動神経いいといいの？そういう問題？ゴールド免許取れそう？でもね、マリンね、車の免許取ったら、じゃあ欲しい理由が、なんかいちご狩りに行きたいんだよね。なんかいちご狩りに行きたいけど、いちご狩りってさ、駅から遠かったりさ、バス停から遠かったりしてさ、なとてもね、学生とか高校生の力ではなんか行くにちょっとね及ばないような場所にあるじゃんね。都会のやつところとかはちょっとあるかもしれないけど、だから車の免許取って、なんかメンバーを乗せていちご狩りに行ってみたい。でみんなに言ったら、早く取ってってみんなに言われちゃう。だから免許取ったら早く報告してねってみんなに言われちゃう。そう、ちょっとね、田舎な感じの、田舎な感じっていうか、なんて言うんだろうね、田畑ってところにあるからさ、いちご狩りって。10時です。そう、あ、車が10時をお知らせしました。午前10時です。そうなのよ、だからね、いちご狩りが欲しい、いちご狩りに行きたいのよ。
ずっと夢いちご狩りだからね。別にさ、なんか免許にお金がいるとか免許取る時間があるとか何も考えずに、めっちゃさ、早く自分の誕生日に18歳になったら取って、なんだっけ、いちご狩りに間に合わせたいみたいな、ちょっと思ってたけど、ちょっと厳しそう普通に。そう、いちご狩りに行きたいの。でもさ、いちご狩りだけじゃないじゃんね。いろいろ行けるじゃんね、取ったことで。ぶどう狩りとか梨狩りとか何でも行けちゃう。同期で免許持ってる人いなくない？いなくないか？いないよ多分。誰もいたっけ？いないよ絶対。え、かほちゃん取ってなくなさそう。言えなかった。え、かほちゃん持ってなさそうだイメージあるよ。ももちゃんとイズリンは絶対持ってなさそうだし、あとだって運転できる年齢、横にはもう多分持ってないから。運転できる年齢の同期って他誰かいたっけ？ももちゃん。じゃあももちゃんはさっき言ったよ。うん、そうだからね、みんな持ってないねん。誰も持ってないの。そののちゃんは完全に人任せで、お前が免許取りたいって、早くモロタン取ってよ、いちご狩り行きたいみたいな、もう完全に人任せだから、早く免許取って連れてってって。いや、あなた取れるでしょって思って。似てない？似てる似てる。こんな感じだよ、ほんとモロタン連れてってよって感じだよ。だって、うん、確かにののちゃん怖そうだし、イズリンはなんか、うん、めっちゃスピード速そうだし、うん、横にゃん、横にゃんは、横にゃん撮ったらでもめっちゃしっかり、もうびっくりするぐらいさ、真剣、真剣、なんていうの、安全運転してそう。あと誰だ、かほちゃん、かほちゃんはね、でも持っててもあんまおかしなイメージがない。ルーちゃんとかも乗りたくないもん。ルーちゃんが免許持ってても絶対そんな車乗りたくない。あ、ルーちゃんも取れるのか、年齢的にはもう。ルーちゃんは絶対に嫌だ。リンカタンは運転しながらね、そう。あと誰だろう。ユズポは、ユズポも怖い。なんだかんだ倉島とか超上手そう。結構先の話になっちゃうけど、イズリンはなんかあれだよ、他の車に怒って、なんであの行かんのみたいな、ずっと怒ってそう。めっちゃ関西人が突然、関西弁がね、めちゃくちゃ押し出されてきそう。横にゃんは、横にゃんが安全運転で、かほちゃんも普通に特に何事もなくこなしてそう。いずりも別に運転はできるけど、うん、人の車に文句言ってそう。あ、野村、え、野村ダメそうじゃない？野村、え、野村想像つかん。野村、野村どうだろうね。野村は、野村想像つかない。どう思う？野村が撮ったら。ネガイちゃん、ネガイちゃんは、あ、ネガイちゃん上手そう。ネガイちゃん助けてって言ったら、なんか迎えに来てくれそう。野村も普通かな。
確かにねがいちゃん確かにずっと喋ってそう、運転しながらめっちゃ曲とか流しながら、あーやっぱこの曲ええわーとか言ってそう。うん、確かに野村最初は下手くそそう。学習型運転上手そうなグランプリファイナルアンサーは横にゃんかな。いやでもな、横にゃんは安全運転だけど、うーん誰だろう、かほちゃんとかかな。でもかほちゃん大人なイメージがあるからできそうっていうイメージが強いだけな気もする。ねえ、かほちゃん上手そうだよね、イメージ。そうね、テストとかね。アイアイさんはあれでしょ、なんだっけ、免許のさ、大型運転、大型トラックみたいな、いろんなところ全部埋めたい人なんでしょ、あれ違ったっけ。だよね。アイアイさんがトラックとか運転して出てきたら絶対笑っちゃうんだけど。想像したら笑っちゃう。確かにトラックにたくさんキュウリ積んでそう。バイクが似合いそうなメンバー。でも同期だったら普通に野村とかゆずぽとかかな。スタイルいいから、なんかなんていうの、かっこいい感じの服でバイクに乗ったら足がスラッてしてそう。そのまますぎる。ああ、青海さんバイク乗ってそうだね、確かに。ね、バイクはちょっと野村とかゆずぽとかそういう感じかな。ああいいね、ブルーローズの衣装っぽいわ。キミちゃん廊下をバイクで走り出しそうってイメージよ。キミちゃんね、意外と真面目だよ。見た目がさ、ちょっとチャラチャラそうに見えるけどさ、中身もか、意外と真面目だよ。でも確かにキミちゃんはバイクめっちゃ似合いそう。あ、そう、ずっと停止してるよ。ずっとここに止まってやってる。いや、ココナさんは絶対やばい。怖い。ココナさんも乗りたくないな。心配になっちゃう。
コナさん青になったよみたいな、後ろに後ろとか助手席に乗ってる他のメンバーがいっぱい教えてあげてそう。私ブーって言いながらね、ブーない、そのままだね、ブーだね。冬っぴを持ってるんだ。まあでも割と大人だもんね、冬っぴ。でも冬っぴもなんか頼りなさそうな感じするからちょっと怖いけど、持ってるのか。なんかね、で自分が免許持ってて冬っぴが運転しますって言ったら、いいよいいよ変わるよって絶対思っちゃう。何広島って何そんな車、何そんな何レーン、機関バスレーン、何それ。キャノンティ、キャノンティ絶対うまそう。キャノンティ絶対なんかどこまででも連れてってくれそう。めっちゃ器用そうなイメージある。マリ、マリオカートは好きだよ。マリオカートでさ、すごいイライラしちゃうからさ、普通に運転しててもイライラしちゃうかもね。あ、コーラ投げてきたみたいな、めっちゃイライラしちゃう。あ、もう急いじゃんみたいな、どんどん下がっていくの。そう、マリオカート大好きなの。なんかマリスイッチのマリオカート持ってないけど Wii U のマリオカート持ってるからさ、前も言ったけど久しぶりにやったらなんかもうみんなスイッチに切り替わってるから、なんか全然人がいなかったオンラインでやったら。 なんかね、日本のサーバーかなんかでやったけど5人ぐらいしかいなかった。ね、昔やってたよね。なんか、革命の丘かな？イベントでね、やってたよね。覚えてるよ。マリンたちがね、初めて、入って初めての握手会ってか、スキーのイベントが、イベントってか、握手会？ん？まあ、そういう感じのが、革命の丘だったから、めっちゃ覚えてる。ねえ、いるよね、その辺マリオカートとか走ってるの。なんかさ、クリスマスの日公園でなんかめっちゃサンシャイン栄ら辺の前をさ、みんなサンタさんの人たちがウィーってめっちゃ手振りのウィーって感じでみんなバイクで走ってた。めっちゃ手振ったら振ってくれた。サンタさんたちが大量発生してた。すごい時間出なくなっちゃったテレビ。今14分だよ。何分前？ 20 分か。テレビ出てるじゃん。え？どこ？ないよこっち。ないの？うん。あ、15分なったじゃん。ちょっとランキングが見ますね。13位ナガミョンチサンリョルさん。ありがとうございます。すごい。何？日本人？でもカタカナか。12位お父さん、11位サクさん、10位ユキオ、めっちゃ顔文字絵文字いっぱい、9位ケンプファーさん、8位オーキレイ、あと8位次こそ。え、なんで今配信切れちゃったの。え、切れてない
え、配信を再開しますか？出てきたんだけど今。本当に？七位、ハッチアット、素敵な日曜日を過ごしてね。三、ありがとう。私に向けて言ってるのか分かんないけど。6位、元気やと、もーりもりさん。キューキーに流れちゃってるじゃないか。5位、のりぴーさん。あの、キューキーのファンの方が見に来てくれたのかな。4位、いたるさん。3位、なりゆきやと、今日もまりんちゃんかわいい、いえさん。2位、あ、待って。2位、クリッパーと、わー、出せるギルドがなーい。さ、そうだね。ありがとう。星を投げてくださるだけでも、とても嬉しいでございます。ありがとうございます。1位、サトレーダン、かっこサトネちゃんめいめい、かっこ閉じるサトネ推しさん。ありがとうございました。パチパチパチ。ありがとう。すっぴんでございます。ありがとうございました。次は何時って言ったっけ、1時半だっけ、4部が始まる時間にしちゃった。なんか何時だっけ、1時半かな。4部と人と一緒に会場に着くから、なんかそう、その時間なら確実に配信できるだろうと思って1時半にした気がするけど、合ってるか。よし、次は1時半でございます。多分握手会の会場から配信します。はい、ありがとね。あ、そう、握手会ぜひお待ちしてます。おしましもあるので、ちょっと当日券とかある方はぜひ待ってます。バイバイ。まだ18分、あと2分もあった。まだ2分もあったよ。会場から配信できないのかな。なんかめっちゃさ、他のグループの方とかやってるから多分大丈夫だと思う。多分 SK の会場が多分ダメなのかな。 SK の握手会はあんま良くないのかもだけど、多分 AKB の握手会なら大丈夫だと思われる。なんかそう、割と人がなんか広いからさ、会場なんか人がいない場所とかあるから、いない場所ってかあるから多分大丈夫だと思うから、やる。ダメだったら困っちゃう。そうだから多分なんかメンバーとかが、うん、マジ本当にこの間だって歩いてたらもうメンバーのショールームゾーンみたいな、本当になんか何、机がいっぱい置いてあって、もうそこの辺でショールームしてる人がザザザザザって5人ぐらい並んでたから、多分そういうとこでやるなら別にいいんだと思う。ショールームする人以外誰も座ってないもん。だから楽屋じゃなくて、なんていうの、楽屋もあるけど、楽屋っていうよりなんかご飯食べるところみたいなところ。そう、ありがとう。でももはや配信ゾーンに貸してるから多分大丈夫だと思う。めっちゃみんないろんなグループの人がめっちゃみんなこうやってカメラこうやってね持ってやってたから、ありがとう。バイバーイ。何分だろう、20分になるかな。なった。お、バイバーイ。3、2、1、バイバイ。あ、できなかった。3、2、1、バイバイ。